これどっち切っといた方がいいですかね。スカイプの音声切っといた方がいいですね。<music> どうも皆さんこんにちはユニタイムズの時間です。 始まった感じですけどね、もう一回やってもいいかなっていう感じですけど、ね、あの生音が聞こえて、お兄ちゃんの音が全然聞こえない。<laughs> 生の音が聞こえて、お兄ちゃんの言ってるのが全然聞こえないです。それもうちょっと距離離して、向こうで弾くことできます。分かっってますも始まってままますすよもう始けどじゃあ、あもうあの生放送ならではということです。 もう一回行きましょうかね。もう一回行きましょうか。めちゃくちゃ気を取り直して。そうですね。これ僕の方もちょっとあの小説戦とスカイプの声とユーストの声が一緒なんです、ねやや。やりきってもいいし、あの、あ一応やっとってもらってるんですよ。もう入ってないかもわかんないけど。あ、でも微妙に入れます。バックで。 <laughs> はいということでもうあの放送始まってますけれどもねそうですねじゃあ気を取り直してもう,、はい、もう一度,もう一度 <laughs> オープニングテーマからいきたいと思いますはいそうですね どうもこんにちはユニタイムズの時間です。どうも、えー、こんばんはユニタイムズの2回目の時間です。<laughs> ま,またお茶の声がちょっとあの聞こえないかなって思うぐらいあ,のあ聞こえてないですか？あえー、聞こえてます聞こえてます大丈夫です。これ皆さんも聞こえてるんですかねちゃんとまあ、聞こえてますよね。 皆さん聞こえてなかったらもう一回やりましょうかね、はい、そうですね皆さん聞こえてなかったらまあ3度目の正直ですけどねはい多分聞こえてると思うんですけどはい、はい、多分聞こえてますはい、はい、えっ、ー、とね今日はですね、えー、とユニタイムズ党政権生放送スペシャルということでですねまああのー、本当ユニタイムズ党ってあってね、まあ、ユニタイムズがねこう政権を取ったらどんな政策を打ち出してくれるのかっていうのをねちょっとまあおっちゃんにいろいろねこう聞いていきたいと思うんですけど、はい はいまあ今日は政見放送っていうね、あのー、普段はね、政見放送って、ずっと一人の人がもう喋りっぱなしな感じなんですけど、まあ今日はちょっと特別にですね、対話形式で、ちょっと政見放送をこうやっていきたいと思ってますそうですね、なんていうんですか、あのユニタイムズ式政見放送。政権放送とと、はいそうです、ね、いうことでねうでね面白いな、はい、<laughs> 本当に、ねうん まあ、ほんで、あのー、もう皆さんのねこう、質問の時間もあの、放送終了後にね、あのちゃんと取ってますので、えー、その辺までちょっとあの最後までお楽しみできるようになってますんで、ぜひあのお楽しみにしてください。はい。はい。ということでしょうかね。じゃあね。ねはい。えー、っと、ちょっと、ここでですね、あの地球村の CM をちょっと入れたいと思います。はい。お願いします。 人間っていうのは誰もが幸福を求めあるいは幸福を願いあるいは平和やその自由っていうものを求めてるし願ってると思うんですねところがそれがいまだかつて実現されたことがない人間が願い求めてるけれども実現できない原因っていうものが実はあの隠されてきたこの地球がどうなっていくかっていうのはひと事ではなくてやっぱり自分のことでもあるしね。 普通の人はまあ言っったら知ら知なないいまだ出会ってないやっぱりそういったものがあるわけですから今放送を通じて明らかにしていかないといけないっていうのがまあ目的役割ですね。人類の歴史神の歴史全ての歴史において絶頂期だと思うんですね。そのゴールに向かってとにかく一緒にやりましょう はい、はい、改めまして、えー、おっちゃんこんにちは、まあ、ということで、はい、改めまして <laughs>、はいはい、こんばんははいと、はい、えー、っと今日はですね本当あのー、政見生放送ということで、まあ、いろんなこう政策をね あのユニタイムズ党としての政策をこうお話ししていただけるということなんですけど結構こう、まあ、今もその既存政党というんですかね、まあ、そういう既存政党とかとなんかこうユニタイムズ党というのはこうどういうふうな視点というかどういうふうなところが違うのかというところからちょっと聞いてみたいと思うんですけど。ははい、はい あ、えー、もう早速という感じでしょうかね。あ、はい、もうちょっと早速という感じなんですけど、はいはい,はい。えー、そうですね、まああのどういうところが違うかっていうことですよね。はい。で、それとあのまあ何が違うかっていうところをお話ししながらですね。はい。あの今回のこの生放送、えー、政見放送をちょっと参考にしていただいて。はい。 その日本の今回まああの出馬される候補者の方々がねいろんなことをあの話すと思うんですよまあそれぞれの政党もそうですけどもねでそういったあの人たちもですねあの参考にしてもらいたいと思いますしそれからあの国民の皆さんがですねそのまあ多くの政権放送を聞く中であのあこういう観点で その政権放送っていうものを聞けばいいな、聞けばいいのかなっていう参考にもあのしていただけるとあのいいんじゃないかっていう、あのそういう願いがあります。ああ、政権放送の聞く、その聞き方のコツみたいなものも分かるっていうことですかね。まあ分かってしまうかな。分ってしまうんですね。<laughs> 楽しみですね。 あじゃあもうそういうことでいいんでしょうかねあはいあのー、もういきなりですけどちょっとお願いしたいんですけどもはいえー、もうこちらから始めていけばいいっていう感じでしょうかはいそうですねまあその、まあ、視点というかねあのあはいはい、はい、まあ一番こう大きく違う部分というかうんなるほどなるほど、はい、えっとね視点っていう意味でね、はい、その大きく違うところってたくさんあるんですけれどもね はい、その中のまずあの一つはですねまあこれあ,のある意味そのなんていうのかな既存の考え方っていう方かあの既存の考え方方下は回らない <laughs> 既存の考え方という点からすればね、はい、あの当たり前な何かというと国益中心主義、はい、これはあの普通 そそううででしょうってなると思うんですよねうん日本ですからねはいはいだから大体が我が国のとかね国益のとかってこれはの大義名分みたいに言うわけですけれども、はい、ですけれどもこれはもう明らかにあの観点が違うっていうことをまずね認識してもらいたいですね。<ー>どういうことかい。ということですけども。はい 国益だけを追う政策っていうのはもうあの時代遅れだっていうことですね。国益だけを追うということは日本のことだけを考えるってことですかね。そういうことですね。だから例えばお隣の国の韓国逆にその、まあ、誰々さんが取る政策っていうのが。 そのお隣の国にとってはマイナスなんだけれども日本の国にとってはあの益になるっていいううう発想自体はもうダメだとことですね<ー>これはまあもちろんあの広く見れば日本だけに言えることじゃないんですけれどもね要するにこれからはですねあのこれからはっていう言い方もまあ,あまり正確じゃないんですけれどもうん、うん、いわゆるその本来あるべきその政治の姿 にあの戻,ら戻るっていうか一度もじあの実現したことないから戻るんじゃなくてですねそれを実現しないといけないっていうことですね<ー>まあ何かといえばあの発展の原則ですね発展の原則はい、はい、でこれまでがね基本的にその、ね、発展の原則っていうように見えていたけれども実際には違うそれがあのよく言われるその弁証法的な考え方ですね ああ資本主義的なってことですかね資本主義的なあるいは弁証法的な、はい、いわゆるその二社間の間で対立することによって、うん、あるいはその争うことによってうん、うん、あるいは間違ったその競争原理っていう中で物事が発展していくと思ってるんですね。うんうん、ところが本来の発展の原則っていうのはそういうことじゃない。とも、うん、にあの協力し合っていく共にあに力を合わせていく。 そこにしか本来の,あの発展の仕方っていうのはないわけですようーんだから経済の発展っていうのもそうなんですね、はい、で今まではそのね競争原理っていうものとかその弁証法的な考え方っていうのがあのさも真理のように見えてたのは行き着くところまで行ってなかったからなんですね行き着くところっていうのはねあのそう言われてもピンと普通来ないと思うんですけれどもはい、はい 要するにあの,弁証法的っていうのは間違った原理なんですね、はい、だからあの最初の初動っていうのは回転していくわけですよ <laughs> ですけれどもその回転っていうのは初動だけであって最後はこの回転した勢いっていうのがピークにまでいったらあとはもうあの力をどん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 失っていくしかないんですよね。<laughs> その えー、基本原理をもとにしてなされている資本主義っていうのは、うん、もうあの終わりに近づいてるっていうことですねだから競争原理っていうのは、はい、最終的にあの競争することによって発展するわけですから、はい、競争するものがなくなったらあのもう発展しないっていう言い方もできるわけですよ競争ってそんな悪いことなんですか ああ競争にもねあの見方がやっぱり2つあるんですよね。はい、あ要するにこの共に、ね、あの成長していく競争っていうのもあるんですよ。うん、あライバルみたいな、まあ。ライバルという言い方でもまあ,あのいいかもわからないですけどちょっとこう観念的ですけれどもね。はい、えで今のこの市場原理っていうものはあのその競争していく中で。 相手を打ち負かして相手をこたたきのめしていくっていうそういうあの競争なんですよ。例えばそれ 100m 走で言ったらねあのこんな走り方する人いないですけれども「あのよーいスタート!」って感じで走ったら隣に走っている人を蹴飛ばしたりとかですね <laughs> あの足を引っ掛けたりとかしながらいかに自分がゴールにたどり着くかっていう走り方をしているのが。 今の,あの資本主義であり競争原理の世界なんですね。あ自分のことしか考えてない的な感じ、うん、だから最後生き残るのは一つだけなんですよ。あ,<ー>あはなるほど、はいは一人。それ以外は全部、あのー、もう力を失ってしまう。あ<ー>だからね、そのね、なんかこれだけでもう1時間になってしまう、はい <laughs> そな、そんな予定時間ないんですけど。ほうほういや、本当ですか。 今いろんな政党が経済の発展って言ってますけれどもね、はい、結局あのこういう競争原理に立脚したあの経済の発展を考えてるのでね例えば地域の町おこしとかっていういろいろそういう言葉があるけれどもね最終的にはその、まあ、弱肉強食って言ってもいいかもわかんないですけどもうん、うん、そういうものだから。 本当の意味であの、押、うん、しなべてみんながあの豊かになるっていうことは実現できないんですよ。お<ー>勝ち残ったところはいいけれどもっていうことですね。うんうんうん、おってことはやっぱりあれですか、あのー、やっぱそのみんなが言ってるその発展とかね、これからこうなるとかって言ってる、まあ、既存政党がね、こう言われてるじゃないですか、はい、これからこうなっていくからこうしましょうとか。 言ってる、はい、その見方っていうもの自体がそもそも違うってことですかもうそもそも間違ってますね。<ー>はい、なので、まあ、あの視点っていう意味で言ったらね国益中心っていうところから世界中心っていうのか地球中心っていうのか全体を見るあの観点っていうのを、うん、これはもう日本だけじゃなくてね政治に携わる人。 まあ別に政治だけじゃなくて、まあ、経済もそうですけれどもね、はいあのー、みんながそういう観点で見ていかないとまずダメだっていうことですね、はい、これがあの政策を考える<ー>あの視点のやっぱりまず国益、国益っていうね、うん、え自国のとかね我が国のとかっていうもうその単語自体をね、うん、もう、あのー、あなんですかね、それを言ったらあの落選とかね。<laughs> そうですね、はいまあ、一つ視点はそんな感じですけども。あやっぱもうその正しい視点を持ったあのこの先の,そのまあ未来というかこの日本ないし世界のね、うん、先はこうユニタイムズ等としてはどういうふうに考えられるでか、ね、あそうですね。あのー、今言ったようなまず視点に立って次にやっぱり僕が気になるのはね はいえー、今後10年後、20年後、30年後、40年後とかっていうようなことを、はいえー、話の中に入れて、いろいろこの政策を言う人がいるわけですよ、今後の40年というのは、こういうふうなりまなの、えー、経済的な発展っていうのも、あるいは赤字っていうのはこうなってるだろうし、うん、人口はこうなってるだろうしとか、いろいろ言ってるわけですよね。はい ところがそのユニタイムズ党的な観点から言ったらですねもう明らかにあの未来観歴史観っていうものがね、うん、間違ってるんですよ。<ー>要するにもう少し具体的に言ったら例えば彼ら、まあ、彼らと言っておきますけれどもね政治家の人たち彼らが言ってるその10年後20年後っていうものは うん、明らかにそうならない10年後20年後を視野に入れての政策を言ってるんですね。ほうそうならない、うん、要するに間違った未来観歴史観っていうものが基本になった発想の政策なのでね、はい、そこからこう何を言ったとしても結局、あのー、意,味な意味がないっていうことですね。 おまあ、根拠としてるもの、まあ、参考にしてるものっていうのがそもそも間違ってるってことですかね。っていうことですね、まあ、だから歴史がどういうふうに動いてるかなんて全然あの分かってないわけですしね、はい、それからあのさっき言ったように基本的に自国のことばっかり考えてるわけですからこれからっていうのはそういう一国主義ではダメだめだそれからあの10年後20年後っていうのは一国主義にはなってないっていう。 そういういこの正しい未来観っていうのがないので間違った政策を結局、打ち出してしまわざるを得ないっていうことですね。<ー>まあそういう意味で言ったらねちょっと突然の発言になるかもしれないですけどもあの、はい、安倍さんっていうのはそういうこの未来観、歴史観っていうのはね結構、そのユニタイムズとに似てますね。ほ 国まあ、だから日本のトップが、まあ、ユニタイムズ党とちょっと似てるということですかね。似てます、まあ、そういう意味で言ったら、あの多分それ以外の政党の人たちとか、まあ、多くの国民もそうですけれども、理解できないでしょうね、彼のやろうとしていることっていうのは。あ<ー>だって基本的に未来感が違うわけですからね。ああそうか うん、この間、なんかあのフェイスブックで見ましたけれども、なんとか光るっていう人があの、安倍首相で、あいつはどうのこうのとか、なんか発言があったらしいですよね。あそうなんですか、えー、えと、誰かが挙げてませんでしたっけ、あのお兄ちゃんっていう人が、違うか、あれは違うな、<laughs> 違う <laughs> あの、どっかのなんかの放送でね、多分これ、見られた方もおられると思うんですけれども、はいえーま、安倍批判みたいなのをやってました。 ああなんかありましたねえっとあのー、爆笑問題のあのー、ああ太田なんちゃらっていうあ,あれは光じゃないですかね太田光とは言わないのかなあれちょっと 読み方僕「光る」って言ったから歌で「光る」のことかなってえまあちょっとこうねまた余談になってしまいましたけどもそういうことでですねあのやっぱり正しい未来観歴史観っていうものに立脚して制作っていうのを考えないといけないっていうのがやっぱりこう大切なあのもう一つのポイントかなと思いますねはいそうですね、うん、いや本当そういう正しい歴史観未来観っていうのをちょっと みんな考えないといけないということですね。はい。はい。わかりました。えっ、ー、とそれちょっとここでね、またあのチキウムラの C.M. を挟みたいと思います。はい。ちょっとじゃ C.M. お願いします。僕の夢、僕の夢は優しい世界を作ることです。それは今戦っている相手にも優しい世界。みんな大切な人が。 いるはずなんですそんな綺麗事を本当にするのが僕の夢です宗教はもう当てにならない神様には頼れないその通りだから ちょっと CM を見てもらったんですけど、えー、とまず、ちょっとあのここからお聞きしていきたいと思うんですけどもはい、はいえー、とそれじゃあですねあの言ったらもう本当にこう自分中心っていうねこう自分のとこだけが良かったらいいっていう観点からこうもっと違った新しい観点になっていかないといけないということですよね。そうですねはいほんほんほん,ほん やっぱりじゃあ、その観点に基づいた、何かこうユニタイムズ等としてのこう政策っていうのはあるんですかね。えまあまず、これはそうですねそ、そういう観点で、いろいろたくさん政策あるんですけれどもね、<はい S 2> これはあのもちろん、 最後の方でもう少しあの日本再建へのマニフェストみたいなことでこうもう言いたい放題したいと思うんですけれどもああ、はい、とりあえずあの今の,あの政党っていうのは基本的にその国民国民とかってねいろいろ言ってるんですけれどもね、はい、最終的には国民のことを本当に考えている政治家の人たちっていうのは一握りぐらいかなと思うんですね<ー>でほとんどがあの自分の政党中心のためのそういう目的意識 っっていうものが根底にまずあって、はい、で、まあ、その議席を取りたいっていうのもやっぱりそれだけの予算をいただきたいでそれを、あのー、自分たちの,その、まあ、美味しい汁としてっていうんですかね着服したいっていうようなところっていうのがやっぱあるわけですよだから、あのー、それこそまあただ最近はあの超党派とかなんとかって言って何かやろうとする時に政党を超えてやろうとしてますよね。はい そうですねはい、うん、あれをねあの唯一、超党派だけにしちゃったらいいんじゃないかなってねあのもう思ったりしてるんですけどもああ、もうど,どこの政党でもなく、もう本当もう超党派のみみたいな感じそうですよね、はいはい、だから何もね、与党・野党にしてね、その弁償法的にその対立する必要ないんですよ、あえて。そううですよね、うん あの協力し合うんだったらいいんですけれどもね、ほとんどがあの相手批判で、相手をぶちのめすっていう、そして残っているのはえどちらか、あるいは友だれっていうのが、今の現状ですよねうんうん、うん、そうですね、まあ、批判のための批判みたいな討論も多いですからね、はい、まあ、ですからねあの本当にそういう意味でも、やっぱりこの本来のなんていうんですかね、価値観っていうんでしょうかね。 これからの未来っていうのがどういう風になっていくのかっていうことをちゃんと見据えてうん、うん、それからあのやはり本来の政治のあり方っていうものをね、はい、あの本当に根底から見直していかないといけないっていうことを本当に非常,思非常に思いますね<ー> <laughs>、はい、でもあのユニタイムズ的に言ったらやっぱり政党の在り方っていうのはね、はい、あの美しくあること。美しくはい。 まあこれもあのすごい観念的な表現ですけども、もう見てたらね、その発言の仕方からもう感動するようなね、なんていうんですかね、芸術を見てるような政治。ほ、そんなができるんですかね。うん、本来そうならないといけない。もうウルトラシーみたいな感じですよね。でも発言すること一つ一つがもう感動で涙にあふれる。 だから今後はそのテレビ放送のあり方っていうのも変わってはきますけれども、はい、その誰もがねいろんなドラマやとかそのバラエティを見ずに国会放送を見るようになる、はあ、そして感動して涙流して、はあ、いや今日はいいもの見たなっていう、えー、そんな世界もう感動して感動して。はあ なんか美しい日本とかって言った人もいましたよね。まあいましたけれどもね、うん、ま,あまだまだでもそれもどうかなっていうところありますけども、とにかくね、あのはい、自分の政党だけ中心っていう、そういうことを早くやめてですね、もうあのこれもやっぱり国民の意識が変わる必要、当然ありますけれどもね、はい、やっぱり超党派っていうんでしょうか。 もう最終的にはそんなね党はたくさんいらないと思うんですよ。結局協力してやっていくんだからね。そうでですねつつだってあの学校で学生たちが何か決める時に例えばその昔だとホームルームとかって小学生の時にありましたけどもね、はい、そのホームルームの中でこの何々党何々党ってそんな派閥なんか まあ基本ないわけですよそうですすよそうね、はい、まあちょっとこのあの違う学校ではあるかもしれないですけどねいろんな派閥があってね何々君の見方何々君の見方とか言ってあるかもわからないけどい、ねはい、基本はないわけでですよねその中でいろんな意見出し合ってまあ最終的に決めていくんですけどね。はいでえー、っと そうですね結構、まあなんかいい時間になってきましたけれどもね、えー、と最後にもう一つだけちょっとこう言っときたいんですけど、はい、あのなんていうのかな、今ちょうどこのね統一地方選挙の期間ですので、はい、いろんなこうチラシっていうのがこう入ってきますよね、はい、そのいろんなあの立候補者からのっていうかね、あはい、その中でね、僕ねこの、疑問に思うことがいっぱいあるんですけど、読んでてね。はい 例えば「あの住民の願い実現を何より大事に」っていうですねこういうことをあの歌ってる政党があるんですけどもあ、うん、あの皆さんよくよくちょっとこの言葉おかしいと思わないですか考えてみて「住民の願い実現」「住民ってあの誰のことでしょうか?」 ピントをきますかね例えばあの僕の住んでいるところだったら例えば100万人いるとしたらねうん、うん、100万人みんな住民でしょ、はい、でその住民の願いってじゃあ100万人いたら100万人全部が同じかって言ったら違うわけですよ。はい、そこにもまあもちろんあのいろんな支持政党を持ってる人たちがいたりとかしてねそれから生活様式も今の世の中っていうのは違うわけですよね。うんうん じゃあ誰の住民の願いを叶えるつもりなんだ。百万人みんなの住民の願いを叶えられるのか。確かにちょっとなんかあの語源が荒くなってまいりましたけど。<laughs> まあなんか語源というか語彙がそうな気もしますけどね。<laughs> だからねこういった発想自体というか言葉自体がねもうあのおかしいからあのなんかいい加減なこのなんか政策を上げているというんでしょうかね。あか住民の願い実現をって言って。 誰を住民だと思ってて100万人のうちのじゃあ、君たちが思っている住民というのは君たちの政党を支持している人たちが住民かどうなのかというようなことにもなってきますしね確かにそうですね、反対している人もいるわけですからね、はいまあ、そういう意味で言ったらそもそもあの民主主義自体がおかしいんですけどね、多数決でね、うんはい、多数決が絶対に正しいか。 っていうそんな考え方してるってこと自体がもうあの旧人類なんですね<ー>、はいまあ、これからは新人類的価値観からのえ発想っていうのを持っていこうっていうことで一旦このえ3つ目の内容っていうかちょっと終わりたいなと思いますけどもいかがでしょうかはいまあ新人類的な発想っていうのがまあ何かっていうのがちょっとまたこうそうですね <laughs> 聞きたいっていうのはあるんですけど、はい、まあまあでもあのねそうやって新しいこう価値観とか新しい考え方でえこもうこれからは考えていかなくちゃいけないということですねまあそういうことになりますねはいはい、はい、えー、とですねところでここでまあ急になんですけど<お>あの実はですね炎のギタリスト原大輔さんがですね 生演奏ししててくくださるらしくてですねああ<ー>はいあのー、なんかまあそういう情報が入ってきたんですけどはい、えー、ちょっと駆<お>けつけて読はい呼んでみましょうかはいはい原さんはいおっとこんばんはあれ <laughs> あれこんばんばは 原大輔さん駆けつけてくれるはずなんですけどね。ユータイムズと政見生放送スペシャルおめでとうございます。全然聞こえないんですけども。え聞こえない。はい声が全然聞こえないんですけど。えあそあごめんごめんちょっとね。あみんなには聞こえてるのかな。お兄ちゃんの方に行きました。はいみんなには聞こえてるんですね。ああそうみんなには聞こえてるんですね。あすみません。はいもうあの今度聞こえると思います。あ本当ですか。はい原さんこんばんは。 こんばんばはあ、どうも今日は駆けつけてくださってありがとうございますいやーもうユニタイムズと政権生放送はぜひ聞かなければいけないと思い駆けつけましたあ,ありがとうございますなんか今日はこちらこそありがとうございますはいなんか今日は生放送もああ生,、ね、生演奏もしてくれるみたいで生放送生放送の生演奏をしてくれるみたいでもうぜひやらせてくださいもう このユニタイムズと後ろから押すために全力で演奏したいと思いますわ、はい、かりましたじゃあちょっと、あのー、準備はもう大丈夫なんですかねはい準備大丈夫です、はい、お兄ちゃんの声がちょっと小さくなった感じでああそうですかはい、はい、大丈夫ですもう準備はできてるようなのではい、はいえー、じゃあ原さん、あのー、いつでも構いませんので、えー、ちょっとお願いします 話してます ありがとうございました。原大輔でした。各々ギタリスト原大輔さんでした。はい、はい。えー、とじゃあね、ちょっとここで次に行く前に、またちょっと地球村の CM を挟みたいと思います。はい。 音くやってて気持ちを込めて歌うとか心を込めて演奏するとかよく言うじゃないですかでもその込める気持ちとか心って何かなと思って込めるものがないと込められないんですよそれが分かって演奏してるミュージシャンってどのぐらいいるのかなってちょっと疑問ですね地球村にはその答えがあるから僕は参加してるんです 見てもらいましたえっ、ー、とじゃあねまたちょっと続きを聞いていきたいと思うんですけども、はい、えーっとですねまああの先ほどまでは持統中心ではなくまああのまあ新人類的その価値観っていうそういうところからまあ物事を考えていかなくちゃいけないということやったんですけど、はい、えっとですねなんかこう 他には何かこうどういう視点というかねうん、うん、なんかまあどういう視点を持ってこう,こういうふうに考えた方がいいんだよっていうのっていうのはあるんですかねはいそうですねえっ、ー、とまあマニフェストの方はちょっとまだ置いといてですねはいあの視点としてはねやはりあのここ非常にここっていうかこれも非常に重要だと思うんですけれどもはいあの大体の 今の,あの、まあ、政見放送にしてもそうですけれどもね、はい、まずあの資本主義ありきっていう発想が基本にあるんですよ。あですよね。ですよね、はいはい、なのでそういうところから来ているのでいくらあのいい政策をですね、はい、あの出したとしても結局はいつかはまあ終わってしまう。 あるいはあの本当の意味では実現できないあるいはその最後どこかに矛盾が生じてしまうっていうことにねどうしてもなっちゃうんですよね。先ほど言われてたあの正しい未来感とかまあその歴史観ということですかね。そこともあの非常にあのつながってきますよね。はい。だからあのこれからもまだ資本主義っていうものが 続いていくっていうことを前提としたあの発想が多いじゃないですか。はい、ところが今あの世の中っていうか社会これは日本に限らずですね世界でいろんなあの問題が今あ,のあるわけですよね抱えてる問題、はい、それを解決していくためにあのそれぞれの政権があのいろんなこ,のことを言ってるわけですよね。 こうしたりああしたりいいとかね、はい、ところがあのそういうことをいくらねやったとしても、はい、その受け皿としての土台っていうものがその資本主義社会っていう土台の上にあるのでね、はい、何をやってもあの正しい政治のあり方っていうのかそれはあの経済にしてもそうですけれどもね、はい、あのみんなが等しく その豊かになるなんていうことはありえないわけですよ。ああさっきも言ったその間違った競争原理というかはいはいだからいか、はい、なのでね、うん、まずあのー、いろいろ大切な観点ある中でね、はい、この資本主義ありきっていう発想自体をまずあのー、一旦置い,置いとくというよりもも焼き捨ててしまったりですねこれね。えー、じゃあ一体どんな主義がいいんですかはい、はい、まあどんな主義っていう風にもしし言われたとしたとら まああのこれね表現本当難しいんですけれどもね世界をやっぱり視野に入れた主義になるので、うん、まあ世界主義って言ってもいいかもしれないですけれども、はい、ただそれだけだとやっぱりこう表しにくくてですね、はい、でこれはあのユニタイムズ塔が、まあ、ユニタイムズという放送の中で言ってるような、はい、やっぱりその世界の最も あるいは社会の最も基本単位っていうのは、はい、この男性でもなければ女性でもない男性でもあり女性でもあるさらにはもっと言ったらあの結局家庭なんですよね<ー>だからいかにその家庭というものが、うん、その何て言うのかなあの崩壊せずにというのかねうん、うん、円満にっていうんでしょうか。 そういういこの家庭を実現することによってそしてその家庭が集まったものが社会であり国家であり世界なのでねほ<う>だからやはりねあのヒューマニズムっていうんでしょうかあの個人主義じゃ当然だめだし、はいはい、やっぱり家庭主義っていうものをこの根ざして、ね、根ざしていくっていうのはおかしいな,なんかこの日本語おかしいですねあの家庭主義っていうものを <laughs> あの、うん、こうそこからと出てこないからなんかチャットに助けてもらう <laughs> 求めて,ってううあのって求めるというんですかねあ、まあまそれにでもあの家庭主義に根ざしたでいいと思うんですよね言ととして、ね、根したはいはい、それに根ざしたあのー、発想っていうものがやっぱりなければいけないっていうことですね。夫だけではなく妻だけではなく。はいまあ 父、母、あああ父母とということですかねなので、いろんなね、やはりこれも今、実際に不正や姿勢そういったところにこう候補を出している人たちが、ですね、はい、その子育て支援であるとかね、学校教育の問題とか、いろいろ言ってるんですけれどもね、はい、結局、の今のこの資本主義っていう中で、働かざるを得ない環境っていうのがやっぱあるわけじゃないですか。 はいをね、でそれをこの経済を良くしていきますとかね、えー、中小企業どうのこうのとかって歌ってたりするんですけれども、はい、これはあのー、本当にそれを、ね、実現するなんてことはこの資本主義の中ではできないんですよ、実際には。あどこかで負ける人が,が出てくるし、るどこかにあの歪みがあって、はいはい、どこかにこのいろいろこの苦しむ人が必ず出ちゃう。 だからその子育て支援うんたらって言ってもね、その前にだから、間違ったこの資本主義っていう体制を、どうあの改革していくのかっていうことがまず根底にないとだめだし、もうあの頭の中からこの資本主義イコール、われの生きる社会っていうこの構図をね、もう焼き捨ててしまわないといけないっていう、もうそこですね、はい、で家庭主義。 そういうところに根ざしてだから家庭をいかにあの正しく作っていくかうん、うん、そこが中心になったあの世の中の仕組みうん、うん、経済の,あの仕組みうん、うん、政治のあり方教育のあり方さまざま考えていかないといけないんですよね。基本は家庭という,んうん、うん、そうなんですよ。そこ,をうん、そこにスポットを当ててうん、うん、そこにあのフォーカス意識をフォーカスさせていかないと。うんうんうん もう、あのー、本当にあのビルを建てるならばそこが一番の基礎工事になるところなのでね<ー>そこが正しく、あのー、なんか基礎ができていない上にうに、ん、いかに立派なものをやったとしてもね、うん、ちょっとの,あの問題で、ね、すぐ崩れちゃう、はい、あ土台が,土台が、ね、しっかりしてないから、はい、ですから、あのーうん、資本主義ありきっていう発想まずこれを焼き捨てる。うんうん はい、これマニフェストじゃないですけれどもね、はい、あのそしてあの家庭主義家庭が基本なんだと個人ではなくて家庭なんだとそういう観点発想っていうものを、えー、政治家の方全てが持っていただかないといけないですし、はい、国民一人一人がそういう意識を持っていただかないといけないということですね、うんあ。ということはユニタイムズ等としては、まあ、その家庭主義 から始まった発想でですね、うん、全ての人をこう救えることができるということですかね。そうですね、まああの、宇宙の原理原則っていうのは、うんえー、家庭の中に言い尽くすことができますのでね。うんうんうん、はい、わ、はい、かりました、まあ、全ての人をう救うことができるということで,ですね。はいでも まあそんな全ての人って言ったらね、まあ、それこそあの全世界ってことじゃないですか全世界ま日本だけじゃなくて世界の、ねね、視点でめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、はい、そ,のそんな,なんかこう視点というか、まあね、こう世界をこう視点に持ってねこうすごく広い視野でも物事を見るわけじゃないですかはい、はい、そんなことがやっぱそん、まあ、なんかこう こどうしてもその狭い視野というか狭い視点になってくると思うんですけど<い>そのあたりうどうなんですかねそんな広い視野を持つのってできるんですかねえっとそんな広い視野というんでしょうか、えー、ちょっとこうあの言いたいことの観点というのが捉えにくいとこありますけれどもあの多分霊界の話したらいいのかなと思いますがあの,あの,あのはいう はいまあ、とりあえずあの家庭主義という観点から、ねあのはい、物事を見ていく、今あの、いろいろ話してきましたよね、はい、国益中心ではダメで、世界中心でとかね、はい、それからあの正しいあの歴史観、未来観というのを持たないといけないとか、ですね、はい、あるいはその自政党、自党中心という意識というものから脱皮していかないといけないとかね、はい、それからあの今ちょうど今言ったのは、まあ、資本主義ありきではなくってあの、家庭主義という話しましたけどもね。 はい、あともう一つね、えー、今ちょうどちらっと言いましたけど、霊界、政治の世界に霊界を持ち出してくるなんてね、そうなんですねここにね、えー、まあちょっと軽く資料はあるんですけど、どうやって聞けばいいのかっていう、うありえないこれはね、うん、今までも、ねそううん、考えられたことない、うん、ほとんどね、はい、どこの政党も言ってないことなんだよ。うん でこれはね、はい、あのどういうことかと言ったらですね、はい、今あの実際に日本国内だけじゃなくて世界で起こっているいろんな問題っていうものもそうですし、はい、それからあの個人一人一人が生きている人生の中においてもそうですしね、はい、でまあ結婚っていう観点においてもそうですしうん、うん、で何がそうなのかといえばですね、はい、必ずあの霊界と 関係し合って生きてるんだっていうことなんですよ霊界と関係し合って生きてるはい。ま、はい、あ,あ霊界のいろんな作用をえ受けつつでもあるんですけれども、はい、受ける原因になっているのはこの地上の我々のその意識でもありあるいはその行動それが霊界にも影響しそしてまた霊界、うん に影響したものっていうのがこの我々の生きてるこの物質世界にも、うん、あのまた帰ってきて影響を与えてるっていうことなんですね。うん、それはもうユニタウンズとならではならではですけどこれはね、はい、もう本当にあの例えば政教分離っていうまあ今そういうふうな状況になってますけれども、はい、もう一度この政教一致みたいな。 観点ってううんでしょうか、うんうん、霊界っていうものもこのいろいろ政策をしていく中の視野に入れる一つとして考えていかないといけないっていうことですね。はい、ええー、それはなんかほんとセンセーショだそうなんですよ家庭の問題さっき家庭主義って話しましたけどもね、はい、家庭の中で起こるいろんな問題っていうものもですね はい、その、まあ、霊界もう少し簡単に言ったら、まあ、例えば先祖から来るものとかね<ー>家系的なもの家庭的な家計血族的なっていうか血統的なもの、うんはい、これもあの今言ってる霊界っていうこととあの同じことを言ってるわけなんですね。今あるのは まあ今この瞬間に存在したわけじゃないっていうかこ,こつながりっていうのがあるとかっていうこととはまた違うんですかねいやあのそういうことですよねほうほうえだからあのよくあの前世だとか過去世だとかってあの言いますよねはい、まあ、あのそこはあまり深く言及はしたくはありませんけれども、はい、あの実際には前世過去世っていうのはなくて、はいえー、過去に生きていた人たちが今の私というものに、えー まあ、乗り移ってるわけじゃないですけれどもあの影響を与えているのでその過去の人の意識をあの持ってたりとか生まれ変わりのようにあの見えたりとかしてるわけなんですけれども、はい、ただこういうこの霊界のことが分かってないので仕組みがね分かってないのでただ単にその生まれ変わりっていうふうに、まあ、あの言ってるだけで霊界の仕組みが分かればああ生,まれ生まれ変わりじゃなくて。 そのいろんな過去の霊,の霊,霊界に行った人が、うん、あの今共に生きてるんだということをねあの、はい、知るようになってくればほらもう政治といえども経済といえどもその霊界のことを視野に入れないで何かをするっていうことはもうありえないんですよ。ほ、はあほんともユニタイムズとならではの。ならではのね。ではので大阪だけどならでは。 ああ出ましたね出ましたね今日の一発ギャグはい政見放送だけちゃちゃ受けたギャグ今日一ですか誰もあの反応しないと思いますはいや皆さん聞いてるんですよ政見放送ですか聞いてますね政見放送政見放送ですかまあ政見放送はねあれなんですよあの一言一句っていうかねあの編集したらダメなんですよはいその政党が 作ったものをそのまま必ず放送しないといけないっていうのがね、決まりとしてあるんですよ。あ、そうなんですね、うん。だからどんな発言をしたが、うんうん、まもちろんあのいろいろこの倫理道徳に反するようなことっていうのはね、これはあのちゃんとその自分の次元で判断して作ってくださいよ、はい、とはなってるんですけどもね。はい、はいうん、でまあだけど作ったものに対してはだから今のギャグいいねこれ。奈 <laughs> 良 <laughs> では大阪だけど奈良では。 コメントもちょっと入ってますけどならいいじゃんっていうこの方も面白いですけどはい面白いですねはいでもあれですあのあのマニフェストにねついても聞かせてもらいたいんでまあそろそろこうおばちゃんギャグというかそういうのは置いといてもらってはいじゃあまあ一旦まあ 今の感じではポイントとしてはね、第五つぐらい話したと思うんですけどもね。はい、はい、そ,うですね、そんなところかな。はい。はい、はい、分かりました。まあね、こういろいろ聞かせてもらったんですけど、本当、5つぐらいの大きな観点で、あのー、さっきね、あのおっちゃんが言ってくれた観点で、ちょっとあの皆さんも考えてもらったらなと思うんです。はい、はいえー、とこの後はですね。 あのユニタムズ島のマニフェストをですねちょっとおっちゃんに聞かせてもらいたいと思うんですけど、はい。その前にですねまた地球村の CM をどうぞはい自分自身の持って生まれたものっていうんですかこれをなんとか役に立つものにならないかなってなんかそれをねきっかけくださったのが本当に地球村だったので何かねお手伝いしたいなと思って来させてもらってます 皆さん、ね、これから本当にどんどんねいろんなこと入ってくると思いますしつながってくると思いますそれに対して正しい目を持ってくださいちゃんといろんなことを知るっていうことがすごく大事ですね怖がらないで気持ちに蓋をすることもなくみんなで同じところに行ければなっていうのをずっと思ってやってます、えー、皆様一緒に行きましょう姫でした えー、CM を見ていただきましたけどもそれじゃあですねおちゃん最後にこうユニタイムズ等として、えー、これからこう世界やです、ねえー、日本をこうこうどう変えていこうっていうふうに思ってるのかっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけどもはい、はい、まあいわゆる、あのーはい、マニフェストっていうようなことですねうですねはいまたなんかねこう教育とか経済とかね いろいろあると思うんですけど、はい、そういったこととかっていうのは、どう考えてるんでまずですね、あのーはい、とりあえず、えー、日銀っていう問題がね、はい、結構ありますのでね、はい、とりあえずあの日銀をです、ねあのー、政府のおひざ元に置いてというか、あのー、もう自由に操れるようにして、それから、あのー、日銀権っていうね、 あるいはあの日銀が勝手にすっちゃうっていうんじゃなくてあるいは、する権利があるっていうんじゃなくてねえ日本国としてあの政府がその権利をいただくはいそして必要なところには決してインフレデフレになりませんもうじゃんじゃん必要なところにはねあのお金を投入していきたいと思いますけれども。 ただあの、そんなあのわけも分からないことはしませんがとにかくあのもう教育に関してはまず、はい、あの大学卒業するまですべ、はい、てあの無償で、はいはい、もうこれは、ね、やっぱり教育っていうものは、ね、非常に重要ですのでね,そうですねここに、ねはい、その経済の事情でお金の家庭の事情で行きたくても行けないなんていうことがねうん、うん、あってはいけないわけですよ。

まあもうマニフェストですからね、はい、それからですね、さっきあのいろんなチラシの話しましたけどね、選挙の関係のね、はいえー、これね、反対している意見っていうかね、ね反対してるっておかしいですけどもね,、えー、とね、幼稚園とかね、あのはい、それから保育所、はい、それからあの小学校高校高中学校、高校とかね、えー、これをあの一緒にするなんていうのは、 もうあの甚だちゃんちゃらおかしいみたいなことを書いてるあの生徒があるんですけどもねはいところが今あの実際にはもう廃校がたくさんできちゃって、はい、要するに建物はあるんだけれども生徒がいないじゃあ本当に人がいないのかって言ったら、うん、人はいるわけですよ何かって言ったら待機児童って言われてるねそうですねだから今そのね小学校それからあの中学校を 一つにしてしてててまううっていう政策を進めてるんですね<ー>今の政府っていうかね、はい、でそれに対してあの反対してるわけですよ、うん、でそれを言いつつね、はい、あの待機児童の問題を解決するためにあのいろんなその保育施設とかね、はい、幼稚園そういったものを作ろうなんてねバカなことを言ってる人たちがいるんですよ あそれもやっぱり資本主義という枠内の発想ですよね。まあ資本主義という発想であるし、はい、未来が分かってないあ<ー>っていう発想でもあるしねだってあの廃校で建物余ってるのになんでまた新たに作る必要があるかいや本当そうですよ、ねうん、っていうこともあるしうん、うん、それからあの実際に、ね、分ける必要もないんですよね。でこれはねそれこそ本当にもうあの託児所から。 託児所自体がね、よっぽどでないとね、いらないんですよ、本当は。お<ー>託児所っていうのは子供預けるわけでしょ。はい、なんで預けなければならないかって言ったら、あの親が、あるいはお母さんが、はい、あの働きに出るから預けないといけない。と、はい、いうことですよねそ。それはもう家庭主義をこう強く推すユニタイムズ党としてはありえないこと、ね、ありえない じゃあもう今日はね順番というよりもね話の流れの中からいきたいと思いますけれどもね、はい、こんなマニフェスの,あのなんかこう表現の仕方する政党ってないと思いますけれども、はい、あの今の流れから言ったらね家庭主義っていう話が今出たので、はい、あのこれからはねあの法律で3世代同居法令と、はい、いうものをあの出してですね 2世帯住宅とかはよくありますけどね二世帯はありますけどもね3世,世帯っていうまあ3世帯にはいかないかもわかんないですね2世帯でなるのかな、うん、おじいちゃんおばあちゃんいてそれからあのお父さんお母さんいて子供がいる、はい、この3世代が一緒に住まなければいけないっていうねうん、うん、法律を作っちゃう、はいでまあ、それにあのかなわない人たちもやっぱりあの家族の構成の関係であるとは思いますけどもね ね、それはまあ一応あの別としてですね、はい、必ず3世代、はいはい、その彼の家は無償であの提供します政府がそれ以前にも,もちろんいろんな土地の問題とかねこれ辺もねいろいろ今後変えていく予定なんですけれどもね、はいえー、今あの本当に土地もね無駄にあの誰の土地かみたいな感じであ,のあるんですけれどもね、はい、学校なんていうのはこれはもうただと一緒でしょ本当は土地なんて。 まあ、そうなんですかね、<laughs> ただ、ただと一緒誰の持誰の持ち物なんだって言ってね、政府の持ち物だって、ね、今、あの政府が管理してたりしてるわけですけれどもね、じゃあ政府が管理してるわけだから、そんなもの,はあのそこに税金を払う必要もないしね、うん、そうか、そうで、ねね、か。もっともっと、ね本当はね、ユニタイムズ党としては言いたいのはね、 はい、この地球誰のものだと思ってんだお前らっていうぐらいあの言いたいですよね。あやっぱこう世,界世界的な視点ですよねそうですよね、うん、でそれをねこうわざわざ線を引いてねこっからここまで、うん、はいあのじゃあいくらでとか言って、うん、これを俺が買った土地だとか言ってるわけですよね。今さらにあの月まで買い始めてるわけでしょ いいますねはい、何考えてるのかな、この人たちはとか思いますけれども、誰のものもなんだってちょうどだから、明治維新の時にですね、廃藩県っていうのはあのー、聞いたことあると思うんですけどね、藩籍奉還といあっ,て言ってね、あはい、とりあえずすべての土地を一旦おかみにっていうような、はいはい、もう一回あれで、ユンタイムズ党が政権取りましたら、実現させていきたいと思ってます。はい 別にこれ私有地がねダメだとかっていうわけじゃないんですけれどもね、はいえー、ちょうど本当に明治維新の時なんていうのは結局何も改革できてないんですねうん、うん、最終的にあのその武士とかあるいはその藩主とか将軍、うんえー、様がねまたそのままあの自分たちの権,権威っていうかその権利っていうんでしょうかねうん、うん、それをずっと結局は維持しながらそうですね、まあ、そのの権権利権力は引き継いだまんまん 政策とかまあ改革で,、はい、でそれが今の,あの三井三菱とかね、はい、そういうこの財閥として、はい、この国民からね甘い汁を吸ってというか、うん、あの国民の血税というかみんなの血と汗と涙をね、うん、自分たちのこの肥やしにして私服,に私服を肥やしてるっていう、うん、もうあってはならないようなね、えーうん、話なんですけれどもまああのそ,<う>その辺はちょっとあまりねこう言い過ぎるとあれですから。うんうん、そうですねはい まあ、とりあえずあの今、建物にしてもいっぱい余ってるわけですからね、こういったものもあの全部だーっと、まずはとにかくあの日銀はこちらのもんですからね、ただ全部無料で済んでくださいっていう,うな形で、うんうん、そしたらあの今、お金払って家賃で住んでる人たちがね、俺たち家賃で住んでるのにって言ってあの、不平とか不満とか出てくるじゃないですか。はいうん、じゃあ,あの一緒に そのただのとこありますから入りますかって言ってそっちに入ってもらったらあのいいと思うんですね。まあそうですよね、うんまあ、こっちただやねから <laughs> ただ方がえんやったらただ、はい、来てくださいって言えばいいんですよね、はい。まあ,あのただそんなすごいことはね、うん、あの言いません。今あの実際にあのいろんなあの住宅ローンとか、はい、あの払っている方とかおられると思うんですけれどもね、はい、結局はそれはあの資本主義っていうあの発想が基本になっているので。 うんうん、ユニタイムズとオーの政権取った時にはですね、はい、あのローン全部あのチャラにします、はいはい、もう払わなくていいまあ資本主義じゃないですからね、はい、もう払わなくていいその代わりですいうのもおかしいですけどもその今の資本主義をねあの右に左に舵を取っている人たちに対してうん、うん、あの一旦ちょっと招集かけてね集まってください。 はい、これから世の中変わりますけれども、うん、あなたたちあのこれからどういうふうにされていきますかあ<ー>、うん、今が潮時でもあり、はいねえー、今あなたたちがどういうこの決断を下すかによって、えー、あなたそしてあなたの子孫の未来っていうものはこの日本国民あるいはこの人類の歴史に名を残すかもしれない、うん、どうしますか何をどうするかっって言ったら えー、あなたたちの持ってるその財産っていうものを、うんえー、地球のために日本のために、うん、解放し使いますか、うん、手放しますかどうしますか、うん、っていうようなことをね、うんえー、でそしてあのちょっとこの個人的にはね「あなたたち実は本当寂しいんでしょ?」って言ってあの。<laughs> そんなこと言っあの本んにこのねあのお金ばっかり求めてきて本当にあに人を信じられないでしょうかわいそうにな親からも愛されなくて何かって言ったら「政略結婚だ」って言って泣くんじゃないですかねうんねうそ,、うん、そうですよ、ね、そうなんですよユニタイムズさんって言ってね 本当にそうですよ、ねうん、本当は愛が欲しいんだけど、今さら言えないし、ここまで来ちゃったし、誰も後戻し、あ後戻し今日は舌がいっぱい回りませんけど、<laughs> 誰も後戻りさせてくれませんし、よくぞ言ってくれたっていうふうにね、うんはいで、その流れの中でね、あのキム・ジョ恩ンさんも呼んで、ですね、はいはい、本当に北朝鮮の中で大変ですよねって,言って。 右も左もみんな敵じゃないですかっもうあの本当に本当のことが言えないうん、うん、かわいそうですね、うんうん、日本に来ませんかって,ってはあ、いや本当にねなんかこうお話を聞いてたらですね本当にその日本のことだけじゃなくて、うん、本当もう世界中心のね世界視点で。 話しててるなっていううのは本当感じますね、うん、もう皆さんももちろん感じてると思うんですけど、うん、そういうふうに、あのー、はな話すとかそういうふうに言う政党って本当にいまだ聞いたことがないというか視点というのがねそうなんですよ大体もう北朝鮮に勝つためにとかねどこどこに勝つためにっていう話しか聞かないので、うん、本当にそうなんですよ。 だからあの本当にねあの資本主義っていうのはね悲しいそのイズムというかねだからそのまあ北朝鮮のねあの金正恩さんにそうやってこのねあの日本にお越しいただくだけじゃなくてイギリスの王室に行ってもねやっぱりこのユニュータイムズ等が政権取ったらですね日本の代表としてこのイギリスを訪問してですねうん、うん 寂しかったでしょうってうとこからまず始まってね。ああもう事情を組むというかね。うんうん、ん嬉しいでしょうね。本当にねもうあの交代死なんかはもう不倫はするわ何はするわって言ってねうん、うん、もう本当にあの家庭といえどももう本当にあの信じられないですよねってね。うん、うんうん、もう本当に愛なんてないよね。もう王室やめませんか。 喜ちょっとユニタイムズ等のこうマニフェストからちょっと若干こういやかなり離れてきましたけどね。<laughs> 気がするんですけど、マニフェストとして、ねまあ、教育とか家族主義という、ねうん、感じであるんですけど、まあ、その医療とか福祉とかそういったところ辺はどう考えこれはあの基本的にあの当然ですねまだそのね。 えー、ユニタイムズ党が政権取ってもあの、とりあえずは日本だけになるので、はいえー、まだその金融マフィアの人たちがね、はい、そうやってあの一人一人この慰めていくことによって、どんどん変わってはきますけれども、例えば今年政権取ったとしても、いっぺんにそのお金がなくなるわけじゃないのでね、だからまあその辺はあの致し方ないところなので、医療とか福祉に関しても、一旦はあは、うん、無料、日本においては無料と。うん いうことであのやっていきたいというふうに、うん、あの思います。もう世界に先駆けてってっうんですよね最終的にはですね、はい、その医療においてもそうなんですけれどもね、はい、あの病院をどん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 なくしていく方向に。っていうよりもですね、はい、あのいらなくなるのでね。あ<ー>はあ、い。基本的にあの病院がないところの国の方がね、はい 病気にならない人が多いんですよ。確かに言われてみたらそうですね。うん、でこれ誰かが言ってましたけれども、うんえー、病院は病気を治すところであると同時に病気を作るところであるっていうね、うんえー、病院に行ったら病気になるぞっていうことを言ってる人もいますけれどもまあもちろんああのそうですよねうん、うん。全てではないにしろなんかこう確かに的を得てる意見ではありますよね。うんはい、本当にそそうですねそれからあの 制約カルテルテの、えーはい、これはあの日本だけじゃないのでね、はい、これもやっぱりあの世界的な規模なので、はい、まあユニタイムズ党が政権取ってもいっぺんにそのね、えー、制約カルテルっていうものをこれは崩すことはできませんけれども、はい、とりあえずはその日本国内だけでもっていうところでね、はい、あの正しい医療のあり方っていうものをこれあの国会でまず発表してですね、はい、その今後はその予防医学っていう観点からね はい、はい、それからの段階を追って改革していかないといけませんので、はい、とりあえずあの東洋医学に関連したようなあの医療の方向ですねこれもあの、うん、保険がちゃんと聞くようにして、はい、まあでも先ほど言ったように最終的にはその全部無償にしていきますのでね,、うん、ねであの東洋医学西洋医学これ統合医療、うん、こういうのをされてる方たちをもっともっといろいろ支援していきながらですね,、うんうんね で最終的にはそのね三井三菱そういった財閥の日本のねえ人たちもあの自分たちの財産資材っていうものを全部あの日本国民のために使ってくださいますのでですから何ていうのかなえその医療に関してもそのお金が当然いらなくなるっていうことでそれからあの今まで医師をされてたあのお医者さんとかですね はい、まあそういった人たちの生活っていうものも基本的にはそのベーシックインカムよく言われてますけれどね、はい、えこれをあのまあ実現していくためうん、うん、えそれをあの三井三菱今言ったようなね、えー、人たちっていうのはあの協力してくれますので、えー、日本の世界の歴史に名を残すためにベーシックインカムをあの導入してですね最終的にはベーシックインカムもいらなくなりますけれども。うんうんうん っていう方向にあのまあしていいいきたいと思いますねマニフェストとしてはもう病院をどんどん減らしていくと、はい、でまあもちろんその辺はもう全部まあ無償化はい、はい、そういうことですねそれからあのね,ううねえっと まだすごいね、予定時間オーバーしてますね、政権放送ね、そうですね、もうかなりオーバーします。ちょっとね、もっといっぱい言いたいことたくさんあるんですけどね、例えば教職員の問題とか、保育士さんの問題とかですね、ああ、そうですね、まあ、それはですね、こう、政権を取ってからまた、そうですね、はい、ゆっくり、じゃちょっと、まあの本当にまだまだ語り尽くせてなくて、悔しい思いでございますけれども、まず、あの、おちゃん、 あ最後にですね、はい、あのまあ、さ金融マフィアってこう出てきたんですけど、金融、はい、マフィアといえばって感じなんですけど、こうエネルギーの問題もちょっとあの最後にマニフェストとして聞きたいんですけども、あそうですねあの、エネルギーの問題も本当にそうですけれどもね、あのフリーエネルギーっていうのはもちろん当然あの導入していかないといけませんしね、はい、このエネルギー自体っていうのもですね、 本来さっきのこの地球って一体誰のものなのだっていう発想と同じでですねエネルギーっていうのは一体誰のものなのだっていうことを、はい、あの基本にしながらですね、まあ、とりあえず光熱費関係っていうものもあの無料にしてこれはあのどっかのカダフィ大佐の国あ,、はい、まあそこはあの石油で成り立ってましたからね、はい、まあ,あの可能だったっていうのもありますけれども。 えー、日本にはです、ね、あの日銀というあの強力な存在がありますので、石油は取れませんが、今のところね、そういったあの後ろ盾がありますので、はいえー、光熱費関係っていうものも、あのー、全部あの無料に、うんえー、していきたいなというふうに思います。 まあ、マニュアの一つとしてね、まあ、こう政府主導の日銀っていうのもありますもんね、はい、政府主導の,あの日銀でね、はい、えー、行きたいというふうにあの思います、はいまあね、それを知らない人も結構いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよね、もう今でもそうなんじゃないのかなと思ってはる人もあ<ー>、ね、日銀の関係ですね、はい、日銀の力関係ですね、これ<ー>が政府より上にいるっていうことを知らないのかもかそうですね。あのはい それはあのねちゃんとあのもう一度皆さん勉強していただきたいなというふうに思いますね国債を発行してですね国に借金を背負わせるなんてねありえない話ですからねこんなのはねまあ本当そうですよね何を考えてるんだっていうねちょっと今日は荒れ模様のユニット・ヘムズですけれどもいやユニッ今日は政権放送です政権放送ですのでねはいまあじゃあ日本再建のマニフェストの中でね革新的にはね やはりあの3世代が一緒に住む法案っていうものをねえ整備していきたいというふうに思いますそしてそれを実現するためのえー日本まず国内の中で社会システム経済システムっていうものをえ構築して,していくための,あの政策っていうのをですねえどん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 ,どんあの打ち進めていきたいと推し進めていきたいというふうにあのあの思います。はい はいまあ、家族主義っていうのは、まあ、その家庭が一番大事っていうね、ユニタイムズとということで、ちょっとこの三世代、もうちょっと言いたいな、本当はね。<laughs> あもう,どう,どうでも時間をしてますね。う時間をしてますよ、けど、あのね、言、ねはい、ってるのもおかしいんですけどね、<laughs> はい、あのほら、結婚するでしょ、はい、子供できるじゃないですか。はい そうするとあの本当にあの夫婦の時間って少なくなるしね子育てでいっぱい大変になっちゃいますよね。はい、で夫婦でどこか遊びに行くこともできないけれども、はい、ところがこの三世代っていうのが、ね、実現されたらねあのおばあちゃん、おじいちゃん、今日はねあのごめんあの僕たち二人で行ってくるから子の子供みとってねって言ってねそれがあの可能にもなってくるんですよね。 本当そうおばあちゃん、おじいちゃんはむしろ孫と一緒にいれて嬉しう嬉しいんですよ、おじいちゃん、おばあちゃんも若返ってくるしね、ところが今、そうなってないのでね、結婚して早く子供ができたら不幸だっていう、そういう人が多くなってるんですよ。ああ、自分の時間が取れないな。いっていうね、子育てに追われてって言ってね、もうそれ本当にそうだと思うんですけれどもね、だけどそれを早く改善していかないといけない。 だから3世代が、ね、一緒に住むことでね、いろんなことが、ねはい、あの改善されるんですよその、今言った夫婦の問題だけじゃなくて、ここまでじゃあ一旦はい押してますので、はいはい、ちょっとすっきりしました。<laughs> そうですか、わ、はい、かりました、ありがとうございます。政見放送はですね、まあ、とりあえずここで一旦終わりたいと思うんですけど、えと世界最強のマニフェストっていうのは、もうさっきのあれでいいですかね。 もう世界も変えていこうと思ってるんですけど、あまあいいか、時間を知ってるしね、まずはとりあえず、ユニタイムズ党としてはあの、日本再建のマニフェスト、はい、はい、世界再建の純、はい、不動でしたけれども、はい、はい、分かりました、じゃあもう政見放送としては一旦締閉めっていい感じですかね。はい、結構でございいますはい いろいろ本当ねもっともっと聞きたいと思うんですけど、まあ、ちょっとお時間も押してることですし、まあ、ちょっと政見放送は、はい、えここで一旦終了させていただきたいと思うんですけども、はい、まだあのこの後ですねあの皆さんの質問コーナーっていうのがありますので、はい、えまだちょっと番組を切らずにお楽しみください、はい、でですねその質問コーナーのことなんですけども、えー、この後またあの原大輔さんがあの生演奏してくださるのでその生演奏が終わるまで あのチャットでで質問を受け付け付ていますでこの質問のコーナーがですね、えー、演奏が終わるまでということで演奏が終わってからの質問っていうのはちょっと対応できませんのでそれだけはご了承くださいはい、はい、えー、じゃあ今から開始ということでいいんでしょうかねこれそうですね、うん、ただ原大輔さんはもう準備はできてますかね準備は大丈夫みたいですあわかりましたじゃあ、えー、と今から質問を受け付けますのでえー 原大介さん、よろしくお願いします。 そうにこう聞き惚れててしまってですね思わずもうこのままね,ねえこう終わってもいいんじゃないか <laughs> そうもうあの終わり終わってしまうのかなと思うぐらいのこうなんかほーっとしてましたけど、はい、いやいやこう質問コーナーなのでちょっと質問コーナーにねじゃあ移りたいと思うんですけどもえー、っと質問をいただいています、はい、えっとですね、えー、一つ目がですねお金をもらえない仕事なら、えー、働かない人も多いのではないでしょうか そうですよね、うん、あのそういうふうに思うのがまあ普通だと思いますよねそうですね、はいはい、ただあのこのお金をもらえないっていうそのシステムになった時っていうのは、はい、あのもうお金がいらないあの経済システムになっているので,、はい、でそこでも問題がね、はい、あのお金がいらなかったら あのあじゃあ,あの生活大変じゃないし遊んで暮らそうそういうこの意見ともた、ねまあ、多分これつながると思うんですよね、はい、働かない人も多いのではないでしょうかっていうね、はいはい、ところがあのこの辺のところっていうのもねあのさっきの何ですかあのイギリスの話とか、えー、キム・ジョンウンさんの話とかともつながるしそれからあの 三井三菱まあそういった財閥のね、えーうん、人たちにもつながる話なんですけれどもうん、うん、まあ本当の意味で言ったらねあのー、そのお金を生んだらっていうあのコレクションしてる人たちっていうのはうん、うん、あのもうあの気づいてるんですよね気づいてるはいはいねあの僕いつもなんかこう一点残して発言するんですけれどもね はい、何を気づいてるんだって話ですけどそれでは本当の,あの喜びやあるいは幸せは変えないっていうことを気づいてるんですよ。あお金では本当の喜びは変えないそこを求めることによって、えー、どれだけ多くの,その時間をですねそのイギリス王室もその北朝鮮の、えー、代表の人もね、はい、多くの財閥の人も、あのー、そ,こにそこにっていうのはその争う骨肉の争いみたいなね そこにあの心血を注いできたかはからないその心が休まるときっていうのは本当に知らないそれからあの、ねうん、お金で人を買ってね、うんえー、ハーレムのようなハーレムっていうんですかあれハーレムじゃないですか、ねですよね、ハーレムはあの車の名前じゃないですよね,違い,ますね違いますよねそういうあの生活をしててもね結局あのそんなねあの たくさんの、ね、女性をはべらしてどうのこうなんていう中で本当の喜びっていうのは結局得れないっていうようなことをねもう気づいたんですよね。<ー>でこれはそのお金をもらえない仕事なら働かない人も多いのではないでしょうかっていうこととですねつな、はいまあ、がる話なんですけれども、はい、最終的にあの人間はですね気づくんですね。 はい、また一つ残した発言ですけれどもそうですね、はい、何にってことですね何あの<っ>本当の真の喜びっていうのがどこにあるかっていうことにね、うん、あのこれはあのユニタイムズ党が別にあの、うん、国会であの発言しなくても、うん、もうあの気づくんです、うんうん、何に喜びがあるかっていうね、はいえー、今日は大、まあ、ちゃんもですね演奏していただきましたけれども、はい、例えばあのこのね えー、宇宙に一人ポツンといてどんだけあの演奏したとしてもねそこにあのやっぱり聞いてくれる人がいるからこそね喜びっていうのもあの生まれるわけだしでもう結論から言ったら結局人っていうのはね誰かのために何かをしてあげるそこから来る喜びっていうあ、まあ、そのしてあげてうん、うん、そしてそのしてくれた人が喜んでくれる。 あるいはその喜んでくれなくてもっていうのもあるんですねそれが本当の真の喜びだっていうことにね気づくんですね奉仕の精神ってやつですか奉仕っていうもう意識ももうないですねないあそれがもう本当の喜びだと、うんはい、当たり前だみたいな感じですかね、ええ、でねそれとあのー、さっきあのちょっと「本当って言ってたのその教職員の問題とかっていうこともね つな、はい、がってくるんですけれども、はい、これからはですね、まあ、その10年後20年後っていうその歴史観っていう話もありましたけれどもでもあの気づいてる人は気づいててこれからはその働く時間が少なくなるっていうことを言われてる人たちが増えてきました学者が。あそうでそれはいろんな意味であのオートメーション化されたりとか機械とかそういったものがですね人間に代わって ですねですからま,あまずそういった意味でも働く時間が少なくなってくるしそれだけではなくってあの何、ー、て言うんですかね弁償法というか資本主義っていうものが終わるとですね今ほど働かなくってもうん、うん、今と同じようあるいは今以上の水準の,その経済システムっていうのを作り上げることができるんですよこれは。 ああ競争せずに協力するからってことですかね？はいで、これはあの大阪と構想とも関係があるんですけれども、はい、二重行政っていうのは無駄が多すぎるんですね。うん,うん、うん、でさっき言ってた。これからの社会っていうのは資本主義じゃなくなってくると無駄がなくなるんですね。うん,う,んうん、今ね。あのまあ1日24時間働いてる人も多分いると思うんです。けれどもね。はい、これはね。 あの無駄が多すぎるシステムになっているからそうなっているんですよ <laughs>、ええ。もうこれだけ話せばあ,あれもそういえば無駄だよなとかねあの思,うんですあの思っている人もいると思うんですけど <laughs> まあ例えば例を挙げるとですねあの日中そのすごく道路が混んでますけれども、はい、あそこで走っている車っていうのはやっぱりかなりの量でその営業で走っている車って多いと思うんですね。はい でこれ営業っていうのは例えば仕事を取りに行ったりっていうのもあったりしますよね。はい、でこのなんで仕事を取りに行かないといけないかって言ったらやっぱり競争原理があるがゆえに、ー、仕事を取りに行ったりもするわけですよ。あそのとこの会社よりうちのほうがいいですよみたいなね。宣伝に行ったりとか、ねはいろいろねそういうこともなくなるわけですよ。 そうするとあの交通量っていうのも当然減ってくるっていうのもありますしそういうところからしてもですねあの今、無駄が多いっていう話でねうん、うん、で物流にしてもそうなんですよ無駄があまりにも多すぎるんですよそんな無駄なことをしてねあのですか高速道路とかもうあの今2時間渋滞とかやってるわけですよあれりますね,ね、はい、営業に行ってて2時間動けないんですよ道路上で。ね 何やっっててるのっていう感じですね,ねということは2時間はあの時間を別にあの渋滞無視してなかったらあの遊んでてもいいわけっていうのをちょっと言い過ぎですけどもねまあそうですよね、まあ、自由な時間になるってことです、ね、まあとりあえず言えば本当にあのその話じゃな,かなくて、あのーはい、多くの人がこれから働く時間が少なくなるっていうことを、あのー、言ってきてるんですね。 うん、その働く時間が少なくなったらね、やっぱこう、まあ、なんかこう、いろんな人が、ロボットが代わりにね、こうするようになって、人間の仕事はほとんど減るとか、うん、なんかその、まあ、ユニタイムズとトレスまあ、似たようなことを言ってる方もいらっしゃると思うんですよ、はい、ま最近ちょっと増えてきた感じなんですけど。うん やっぱりこ,うこの、ね、質問されてる方と同じ疑問を持っている人がすごく多いと思うんですよね。う自、うん、堕落な生活になってしまうんじゃないかっていうね。じゃないかというね。ただやねやから働かんでええやんみたいなね。はい、今の生活保護の問題みたいな。その人もだからね、あのーまあ、周りはもう、ね、あの大人の大きな心で見てますからしばらくはやっぱりそういう人たちもあのいるでしょうねああ。みんなが気づいてきてき うん、で徐々に変わってくるということですかね。はい、で結局それをしたとしてもあ<ー>あの喜べないんだとあ<ー>やっぱり人間ってねあの人間と交わる中でね喜びってあるわけでねただ今の,あの社会っていうのは人間と交われば交わるほどストレスたまるっていうのはありますけれども本来はそうじゃないんですよね。何かと交わるからやっぱり喜びもあるし。 そしてその中でね自分が必要とされてるっていうことをね、うん、あの気づいてくるとですね嬉しいんですよ、うんうん、自分は必要とされてないほどね寂しいことない、うんうん、でそれから幸せっていうものをねあの考えた時にですね、うん、人に何かをしてあげることができる人っていうのが本来幸せであってですね、うん、何かをもらう方が幸せじゃなくてね うんうん、何かを与えてあげることがあるっていう方がね本当の幸せにつながってくるんですねね本本当当そうでですす、ね、必要ととされることは本当にありがたいですよね、うん。だから自堕落でねやりたいことをやってたとしてもうん、うん、そういう人の生き方っていうものを周りが受け入れないのでねまあもちろんあのみんな愛情にあの満たされてますからそういう人たちもね、えーうん、いいよいいよってなるかもわかりません。ですけれども気づいてみたら 結局自分ってあの本当の真の喜びって得られないなっていうの分かるので何かしたくなるんですよね。えー、であのあ<っ>そういうような感じでね働く時間も本当に少なくなってくるんですよねこれからはですねだからお金をもらえなくてもねもらえないとか、まあ、お金なくなるにしてもね働かない人が多い。 そういうのも一部当初はあるでしょうねっていうのはあの言ってもいいと思うんですけどうん最終的には、ね、あのそういういことなくなくるんです最初はその今その批判というか、まあ、その危惧されてるようなことっていうか、うん、そういうことはあるかもわかんないけど。うんまあ、あるでしょうね うん、でもこう徐々にそれがなくなってくるということですかねなくなってくる気づいてくるそれから気づくだけじゃなくて、まあ、もちろん教育改革の中で家庭教育っていうところからねこっから変えていかないといけないですからうん、うん、そういう中であの人間っていうのはいかなるものであっていかに生きることが本当の幸せかっていうことをもうその親があの小さい時から教えるような形に持っていかないとあれ持っていくことによってですね えもう家庭の中でそういうこの社会人というのができてくる正しい社会人というんですかね。ということでとにかくまああの問題がないということですねそれからあのもうちょっとこう1つさっきの今の働く時間が少なくなるということでえ言いたいことがねさっきのマニフェストでちょっと言えなかったのであれなんですけどねえまあ僕の目の前にあのなんかビラみたいなのがあるんですけど例えばあの教職員とか 保育士を増やすっていうね、えー、提案をされてる方があの。それは全然いいんですよ。はい、いいっていうよりもですね。あのー、今、毎年あのー、その？あれでしょう？あの試験に合格してる人がいるわけでしょ。そうですね。はい、ということは、毎年あの教師の資格持ってる人増えてるんでしょ？そうですね。教師だけじゃなくて、あの保育士にしてもね。で、それ以外にもいろんなあの資格ってあるじゃないですか。はい。 あの弁護士の資格もそうでしょうしね、はいえー、毎年増えてるんですよ、その増えてるだけの仕事が、ねうん、毎年増えてるのか、ないでしょう、これね。むしろ場所,がない、ね、場所もないですしね、でこれは何かって言ったら、うん、今後あの、働く時間が少なくなってくる中でね、はいあの、例えば小学校でもそうなんですけれども、 そのずっと教師がね同じ人が何十年もやる必要ないんですよ。もちろんあのその生徒のことを知るためにはやっぱりあの生徒先生がコロ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 変わるのはよくないですけれどもねそういうコロコロ変わるっていう意味じゃなくってその先生もね例えばあの実際にこの日本で今先生はあの1万人必要なんですってまずあのしたとするじゃないですか。はい とところがあの先生の資格持っっってていいるる人もわけですよね、はい、その1万人だけ必要なのでみんなで、あのー、期間決めてローテーションするんですね。でそれ以外の時はあのやらなくていい。ま、だけどあのやらなくていいっ,てっちゃって気持ちとしてはやりたいっていう先生の方が多いわけですけれどもそういう中であの全部仕事を回していく一人の人がずっとやる必要もない。はいうん そうすると毎年あの職教職の仕事を資格取った人が増えていってもあの全然問題ないしそれからも人口もどんどん増えてきますのでねそういう意味で言ったら本当にあのローテーションというのは1万人いる中で2万人の資格持ってる人だったらですねっていうのとあるいは10万人の資格持ってる人がいたらあのローテーションで回ってくるあの時間っていうのも少なくなりますよね。 そういう形で今後どん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 んねあの人口が増えることによって確かにあの食べるものっていうのは増えてきますけれどもねそれもあの全然問題ないです今、無駄が多いから食料不足だとかなんとか言ってますけれどもねそれもなくなるしだから人口増えるにつれて働く度合いっていうのが減ってくるしそれからこれからの宇宙時代に入ってくるのでねそんなね,あのねなんかお金とかねあ,のあるいは、その 自分の家が欲しいとかね今マイホームとかいろいろ言ってますけれどもね人間のねあの趣味価値観ものの見方ですよねもうねもう本当にここ数年でね大きく変わってくるんですよ関心がもう宇宙に出ていくわけですからねそうですよねそれこそあの本当にあの観光これもあの変わってきますからね まあ、あのじゃあ,あのそういうことでですねあの、はい、ちょっと長くなりましたけれども、あの今だいぶ脱線、ね、だいぶね <laughs> <た>で、お金をもらえない仕事なら働かない人も多いっていう、<の>えー、確かに現実はありますけれども、それもそんなに、はい、問題ないということですね。はい、はい、分かりました、えー、とじゃあです、ね、ちょっと2番目の質問にいきたいと思うんですけど、えーとですね、安倍さんは、おっちゃんの言う正しき道を理解してますか、心配です。 いつもそこだけがそうですよねこれねあの、はい、僕やっぱり今の,その政府があの打ち出してるいろんなあの政策っていうかね、はいえー、見てたりしてあの皆さんがそういう多分心配されてるなっていうことはすごくあのわかりますわ、はい、かるっていうのはまああの一般のやっぱりものの見方っていうんですかね、えーうん、そういうところからしたらですね あの大丈夫かなって思うのが普通だと思うんですよ。でこれいつも僕はあの将棋で話をするんですけれども、棋士っていうのはねあの一点二点さだけ先を読むっていうわけじゃないんですね。であのプロとアマの違いっていうのはそのどれだけ先を読むかっていうのも。でプロとアマっていうよりももう一般の人が将棋見たってねうん、うん、あの次どういくんだろう。 これがいいかなとか思っても、全然違うことをするのが、あのプロの騎士なんですけれどもね。理解できないんですよ。あー、なんかそれを。取って、こう。ね、こう。なんかいろんな、人、まあ、さっきも言われたの、こう。太田なんちゃら。っていう人がこう、ね。はい。太田。太田光っていうかね。はい。はい、なんか、こう。馬鹿だ、バカだ。っていうふうにね、こう、言われてるようですけどね。うん、もうね、だからね、その、さっき言った歴史観、未来観。はい そういう観点から見たらね。すごいなあって。まあ、あの将棋っていうのもそうです。囲碁って言うんでしょうかね。あのすごい。このね。あの布石を打ってるなっていうことがね分かるんですよ。<ー>だから何かをする時にその一手だけを見て判断したらね。こう不安になるなときっと思います。 その例えば一つが今の集団的自衛権っていうことについてもね、うん、これあの集団的自衛権っていうのはこれあの何か敵がどうこうしてき敵てっておかしいですけどあのあの外国が何とかしてきたらどうこうっていうそういうこのことだけにあの着目してというかそこだけにこだわって見てしまうとあのなんで集団的自衛権を進めてるのか。 その本当の真意っていうのはわからないあ<ー>まあもちろんあの言わないですけれどもねそんな相手にねこれからこうやってね先行くからねあのよろしくねなんていうあの騎士なんていないわけですからね <laughs> それはそうですよねだってもうそれが外交ですもんねはいですからもう本当に今ね情報戦の時代だって言われてるんですけれどもねいかに相手のその情報っていうのをこの先に先にねこの読んで その先をいくかっていうことなんですよね。でこれをもっと言ったらね本当にね神と悪魔の戦いでね「悪魔」っての頭いいですようん、うん、すごく。うんうん、でその上を行かないといけないわけですからね。そだます方が狡猾ですからね、うん、これだからもう神目線で行くしか勝ちようがないっていうことですからね。んうん、なんかこう大地さんの話をこう聞いてるとですね、うん、こう 安倍さんのやることはもう全部分かってるような印象を受けるんですけどねえそんな印象を受けますよねはい本当に僕も一回聞いてみたいですけども、うん、僕のことですね <laughs> そうですか <laughs>、まああのー、じゃあこの方のこう疑問に対しては、えー、こう理解してるということでいいんですか、ねうんあのー、今のところねだから僕はただ、うんあのー、心配してるのはあのー、なんていうの 恐喝というかな脅迫されたりとかあ妨害ってことですかねまあ妨害ですねで妨害の中で最終的にはその脅迫したりとか、はいえー、そういう風なところとかあるいはねその安倍さんが失脚するような罠をいろいろ仕掛けてくる、はい、例えばこれはお金であったりとか女性問題であったりとかね はいね、そういった問題で、あの安倍政権を失脚させる罠をね、もういろんなところに貼ってきますからね、うんはい、で安倍さんは崩せないと分かったら、今度は側近を崩してきますから、あ<ー>本当にそういうところにね、あの崩されないかなっていう不安はいつもありますね、うん、あ以前ね、ねなんかこう、まあ、以前も総理大臣されたじゃないですか。されましたねねでで結構あの短期 こう失脚してしまったというか、<構>まあ、その途中で、こう脱落しちゃったじゃないですか。やられましたね。はい、完全に、あの、やられましたね、はいあ。あ、妨害な感じなんですか。はい、いろんな、あの、薬物の利用もあったでしょうね、あれね。ええー。うん。だから、あの、安倍さんは、その、総理官邸には住まない。うん、ああ、だから。そこはお化けが出る。 はね、あそこだけ聞いてたら本当に頭おかしくなったかのように聞こえますよね、うん、もうあそこはねもうあの歴代ずっとね、うん、もうあそこはプライベートがあるようでないもうすべての情報を筒抜けあ<ー>何をされてもわからないまあ確かに朝起きたらベッドの上で死んでたもう SP さえも信じられない そうですよね、まあ、病院とかもよく言いますよね、入院されもう入院してしもたら、もう中身何やってもあ、うん、ですからね、もうそれは分かってるし、はい、それからあの今ね、えー、いろいろこの知恵を与えている人たちっていうのも当然、あのいるわけですよ。はい、安倍さん一人で全部が分かるわけじゃないのでね、うんうん、だから本当にあの信頼を受ける人たちをこの周りに置いたりとかしながら、自己防衛っていうんですかね、そこにも。 気を配りながら健康管理っていう面でもあの気を配りながらですね、うん、えやってるしそれからあの今日の5つ目に言った霊界、はいうん、やっぱり今ねあの本当にそういう意味で言ったらやっぱ霊的な部分でもかなり守られてるところがそういう時代的にもあるのでね、はい、え昔ほどその悪い人たちは悪いことができなくなってきてるっていうのもあるので、うんはい、えなんとかとにかくあのこの時代をですね 乗り越えてもらいたいなというふうにあの思ってますね。はいはい。はい、まあじゃあ,あれですね。あのまあ、とりあえず今のところはあのまあ心配ないと、うんはい、いうことですね。まあこの先はどうなのかわかんないけど、はい、まあおそらく時代の流れからしても霊界の助けからもしても、うん、まあ大丈夫だろうとう。そうですね。いう感じで。はい。でなんかあのリチャードおみこしさんが。 おみこしさんはいあ、違ったっけそういう名前じゃなかったかなこしみずさんですかねあああこし、あ、僕おみこしかなと思って <laughs> あ、そう怒られますよあ、そうか <laughs> いやこれ、はい、あのみんなそう思わないですからリシャードおみこし、あ、違うこしみずはいこしみずさん<ー>だと思います、はい、あのなんか天皇陛下がその安倍政権に対して 安倍首相に対してどうのこうのとかって話、発言をなんかしたとかしてないとかってありましたよね。あれはリチャードさんだったかな。うん、確かだったと思うんですけど、ロスチャイルドと天皇はつながっていて、そしてその脱原発、なんとかどうのこうのとかって言って、そして今、安倍さんがしようとしていることに対して、うんえー、反対意見を述べている。 そうですねところがあのマスコミを支配してというんでしょうかねあそれを安倍政権がそしてその天皇の発言天皇さんの発言っていうのを表に出さないようにしてやろうとかね,そうですねもう出てるじゃないですか今ネットの時代ですからねそんなのねとか言ってまあそれいいとしてねあのそんなのもあるけれどもねとりあえず今はあのとにかく。 あの心配なくというか、ただ心配すべきは、うんえー、守られるようにっていうことをちょっと心配したいなと思いますね。わかりました。はい、えー、っとですね、それじゃあ、えーまあ、質問はこの,こ,れがこの方が最後なんですけど、ユニタイムズ党の政見放送を聞いて、共感したのですが、個人ではどう行動していけばいいですか。本当そうですよね、うん うんまあ、の共感していただいたということで、まあね、本当にありがたい話ですけれども、まあ、まずは、ね、<っ>あの単純な話ですけれどもこう、はい、ぜひ全国民の方があの、うん、ユニタイムズ放送をちょっと聞きながらですね今日ちょっとお話しさせてもらったようなその観点で、はいえー、物事を捉えられるようになっていってもらいたいとまず思いますし、はい、それからあのできればね あのー、今ユニタイムズの方でもこう推し進めている「思いやりリンク地球村プロジェクト」っていうのありますけれどもあ何度も CM があったと思います、ねはい、スタッフ募集っていうね、はい、まそういう中でねあの本当にあの全国的にぜひ手伝っていただきたいなと思うんですが、ねはい、がーなんですけども、はい、あの何もそのこのプロジェクトだけがねあの唯一っていうわけじゃないっていうこともあのちょっとこう あの言っておかなないいないいいととけ思うんですねあ同じ観点を持ってたら、はい、っていうことですかねですのでまずやっぱりこう自分の身の回りで何かそういうこの動きをしてる人たちがいればあるいはあの自分がその出発点になっててもいいですしねユニタイムズ的な観点でというんでしょうかそういうものを何かしていかないといけないっていうことで。 あの行動を起こしてもらいたいなと思いますね。協力してっていう感じですかね。はい、でそれでもまあちょっとね<ー>具体的にって言われないとやっぱり難しいと思うので、はい、まあやはり当面はちょっとこ,うこの「地球村」「思いやリンク地球村プロジェクト」もういろんなどこにおられても、ね、こうできるので。 手伝っていただくっていうのが一番手っ取り早いかなと思うんですねうん、うん、そしてその中でいろいろこう議論しながらねそれぞれの各地に同じような、えー、ことをですねうん、うん、この種まきをしていかないといけないですからいろん,、うん、んなことを学んだというか知った後は自分の地域でその種をまいていく。 そういうことをあのしていけばですねやっぱり今の一つ目の,あの大きなもうあの大転換の時、ね、変革の改革のって言ったら2020年ですからねですので、まあ、それまでに、えー、今がちょうど種をまくいい季節っていうことですのでうん、うん、この時期にそういう種をまいてそういう種っていうのはあの思いやり「地木村プロジェクト」で言ってることがいくつかあります。 それをちょっと知っていただいてですね、うんえー、それをこのしていくっていうのかなそれが種まきになってきますのでねそこからまずちょっと始めていただければあのいいかなと思います、はいはい、でそのためにあのこの後でもちょっとお伝えするのかな、はい、インフォアットマークっていうやつですねお電話いただいてはい、はい ということなんですけれどね。それからあとはまあ個人的個人的じゃないですけどもね。プロジェクトっていうこととも本当は絡んでるんですけど、やっぱりあの、はい、家庭をね、えー、大切にしてほしいなと思いますね。あ、ユニタイムズ島のこう基本精神ですね。はい、はい、あ,あのお父さん臭いとかね。そんな言わずにですね。うん,うん、あのお父さんがやっぱり大切でもあるしね。 やっぱお父さんがどうこうっていうのはやっぱお母さんの責任でもありますしねだからそういうふうな感じでとにかくあの家庭での会話うん、うん、っていうものをですねやっぱりこうもう一度見つめ直していただいてもうあの世の中良くしていこうと思ったらね家庭、うんうん、家庭が良くなっていくっていうことも世の中が良くなっていく。 っていうこともつながっていきますのでね。ね、うん。まあの、ちょっとおまけとしては、あの家庭をもう一度見つめ直してほしいなっていうことですね。えー、子供には責任はございません。うん,う,んうん、うん、あちょっとね。こう。お父さんとかお母さんとかね。こうあま会話自体がねこう少なくなってしまった人もいるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、うん、そういうのももう一度こうやってみてはどうでしょうか？ああ ということですかね。はい、そうですね。はい。はい。わかりました。えっ、ー、とまあ質問コーナーはね、ちょっとこれで終わりなんですけども、はい。はい、えっとね今日はもうちょっと本当にあの延長に延長を重ねてですね。わあもう予予想外ですね、はい。予想外ですね。想,すね <laughs> 想定もしてなかったですね。そうですね。はい、もっとねこう本当はこう九時半ぐらいまでのねこう延長で終わるんじゃないかと言ってたんですけど。はい 結構ね皆さん長いで聞いてくださって本当ありがとうございます、はい、あとはあの、はい、コメントのほうとかはちょっと読んどかないとかかなくてもいいですかねああそうですねまあちょっとあのお答えはできないんですけどいつも読むだけでもはい、はい、えーっとですねどっかどっから読みますかえーっとさですね あの最後のなんかエンドロールみたいな感じで <laughs>。あ <の S 1> あー、了解です。じゃ一番一番最初から。はい <laughs>、えー、両者クリアですが、お兄ちゃん若干大きいです。ああ、すみませんね。ちょっと <laughs> 今更って感じですけどね、えー。こんばんは、ちゃんと聞こえてますよ。あ,ありがとうございます。アマモンさんですね、えー。おっちゃん、おっちゃん。 上げるとバックグラウンドのオーディエンス拾ってしまいます。多分これあのー、大ちゃんの演奏の時ですね。はい、ありがとうございます。えー、送信テスト、えー、テスト、えー。ね、こう、協力していただいてますね。えー、こんばんは、えー、仕切り直し。あ、そうなんですね。今日ちょっと1回目ちょっと失敗したんですね。えー、こんばんは、ね、こんばんは、いいテーマ曲。あ、大ちゃんのね、オープニング、いい、良かったですね。もう一度、こんばんは、あ、そうですね。第2回目の。 ですね、はい。ユニタイムズと新潟集まって政見放送を聞いてます。おお新潟県ありがとうございます。すごいところ、ね、すごいね。やっネット時代って素晴らしいですね。<ー>ええー、集まって楽しげゲーってあ本当にねみんな集まるって楽しいですよね。パーティーです、ねえー。新潟新潟ももうすぐにでもあのあれですよプロジェクト始まりますよこれ。そうですよね。こ、うんなに集まるっていうことはね、はい、あのー。 ちょっと話があれですけどね、山形の方でもね、何かこう。新しいネット放送を始めてくれてたりとかしてますけれどもね。ああ、そうですね。新潟ネット放送。いいですね。うん、いいですね。はい、あ、すみません。はい、話の腰を折ってしまいましたね。全然大丈夫ですよ。はい。あと、ええー。 太田光押せ、ね、てくれたんですね,ですね外,外にはいい顔でも内部ではえげつないこれは芸能うう、うん、人の方なんですかねそれとも政治家のことなんですかねちょっと分かん、うん、なんかそれありましたねなんかねはいえー、聞こえてるあこれ多分大ちゃんの声が僕聞こえないって言ったやつですねはいはい外には聞こえてる、ね、なんていい曲だ大ちゃんね、はい、いい曲です関東で聞きたいな生で 大ちゃんの演奏ですね。ね関東、もうすぐ行くんじゃないですかね。えっ、ー、と、4月の7日九日ぐらいかな。あっ、4月の7日。あとで、あの多分東京の情報は大ちゃんの方から言ってもらえるのかな。あそうですね。じゃあ、ちょっと最後にちょっとあの告知をしていただきます、うん、今、ちょっとこの時点でちょっと言ってもらいましょうか。あ,あそうですね。じゃあ、今、ちょっと、あの、大ちゃんのライブ告知をお願いします。はいはい こんばんばは原大輔ですはい。んんははい、すごく楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうございます。えー、ライブ情報なんですけど、4月7日、はい、7日、え、東京のこのようなネットラジオです。ネットラジオ、ここはい、え、リンテント TV ですかね、<あ>器っていう番組に出演させていただきます。はい えと火曜日ですかね。火曜日ですね19時から21時、はいはい。19時から21時。えっ、ー、と、番組はどうやって聞くんですかね番組の聞き方。はい、聞き方、ユ、えーストリームなんですかね。ユ、えーストリームの、そうですね、器、器ってカタカナで入れていただければ出ると思うんですけど。あはい、わかりました。はいえー、非常に はいえー、これからの時代を担うような、はいはい、ゲストの方々をお招きして、はいあのー、対談するような番組みたいなんですけど4月7日は僕ギタリストの僕とあとテネモスさんっていう方がゲストみたいなんですよ。あ フリーエネルギーの研究とかもされてるみたいでそうですねはい、はい、非常に面白そうだなと思ってそうですねもう次世代エネルギーですかね、えー、はい、えーはい、スタジオ観覧もできますあ本当ですかスタジオはちなみにどこにあるんですかね、はいえー、えっと新宿ですね新宿の東側なんか明治通り沿いだったかな <laughs> わかんんなないけどか器のホームページか何かありますかねあっ器を見たらわかるみたいなはいえっと僕のフェイスブックにも告知してるんでもしよかったらわかりましたインターネットで器って調べたら出てくるんですかねはい放送局器みたいですね正式に放送局器はいじゃあインターネットで皆さん放送局器をちょっと調べてはいはいそしてあの金曜日なんですけど10日 これは僕らのあれです、ね、仲間のあれですよ、ね、岩崎史郎さん、ユニタイムズ東京ユニタイムズ東京、そこに出ますあ。それも放送か何かですか <laughs> それも、はいえー、とネットラジオの放送ですね、うん、8時から9時までですか、夜のうん、うん、それもユーストリームなんですかね。それもストリームです。あのーはい 空間エネルギー研究家の岩崎史郎さんがやってる番組なんであ<ー>、えー、ギターを使ったその空間エネルギーの実験なんかもやりたいと思ってるんで、はい、ええー、面白そうですねはい面白そうですそれは時間は何時からなんですかそれは8時から9時ですね8時から9時えーはい、えー、夜の8時そうです、はい、夜の8時から9時ということで それもユーストリームで、はいえー、ユニタイムズ東京で調べたら出てくるんですかねどうなんですか、おっちゃん、えーと。ユニタイムズ東京でもいいですけど、フェイスブック使っておられ方いたらあれかもしれないですね、あの原大輔で検索して、あの情報を上げてくれてると思うので、うんうん、ああそうですね、はい。じゃあ、フェイスブックでこう原大輔、えこ原大輔は漢字ですかね。うんとかえカタカナーローマ字だったと思います あ、ローマ字、えーはい、じゃローマ字でちょっと原大輔をちょっと検索してみてください。はい、えっ、ー、とあと4月11日にもあのこれは普通のライブ、東京でライブ、はい、西尾木久保でライブがあるので、はい、えー、それもまあよかったら調べて見てみてください。<laughs> はい、西尾木久保、以上です。西尾木久保、はい、えー、これが4月11日。 ありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっとね、あのー、4月はね、結構、関東の方、ね、この、なんか、生で聴きたいなって言われてるこの方はね、あのー、4月11日はこう生で聴けるみたいなんで、まあ西、西尾木小木久保にちょっと行ってもらえばなと思います。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、あの、コメントまた続き読みたいと思います。えー、いい曲でした。うん、い,い,いい曲です。はい。え面白い。多分これ、おっちゃんのあの、ギャグですね。 ならいいじゃんって出ますね。はい、あ、面白かったね。ね、面白い。今日一ですからね。はい。 面白いいいですね、それって。これ、どれのことかわかんないね。お茶のギャグのことかわかんないですけどああ、そうか。本当、ね。もうどう州制ですかって言ってたんですね。たこん、東高層のことのあれかな。えーまあ、これからの話の中で、なんか、えー、藩イハじゃなくて、あの、藩士スキのあったりかな、もしかしたら。ああ、そうだそうだ。その関係ですかね。うん、特性令来たって書いてあます、ね、来たった来ましたよ。特性で。 土地は誰のものでしょうかね本当不思議。ね、や本当そうですよね。ユリタイムズのものです。面白い。爆弾ですけど、記者会見で謝罪放送は。お前のものじゃないみたいな言われちゃいます。チャランとアスカイね。 えもうちょっと違うかも。あ、違う。<laughs> チャラっていうミュージシャンもいますけど、はい、どああ、そうか、<が>チャラね、面白い方やね、<う>あのあ、女性、あの、ローンをチャラにするって話かな。多分、多分それだと思いますけどね。みんなただの寂しがり屋 そうですよね。楽しかったです。わらわらってね。わかるわって。わかるわって。まあいろんなところでわかるわ。ねえ、ほんね。法律も少ない方が犯罪が少ないって聞きました。うん、それはあるかもしれないでね。法律ももういい加減ですしね。うん、まあそうですよね。もっと聞きたい。もっと聞きたい。もう2回も。ねアリエンティ。アリエンティって。これあの否定的に。 あれだったのか、そんなことはありえないよってことだったのかな。あーちょっとわか,か,かんないけど、なんかまあね。<ー>はい。ね、こうし。あ、後でゆっくり聞いてみたいと思います。まあ、アリエンティーもちょっと面白いギャグですね。<laughs> そうですね。まあ、この方の恭一かもす、ね。あ、なるほど、恭一。太陽光発電はいつ終わりそうですか。ってね,ねこれはあのー、終わるとはないです。ただ、あのー。回答してますけれども、うん、<laughs> あの。あの、熱エネルギーの変換の仕方は変わりますね。今の、あのー。あ 無駄だし、それからあの廃棄処分にした時にいろんなあの、うん、毒が出るので、はいはいかりました、えー。聞きたいとあこの方すごく本当にね求めてくださってますね。ありがとうございます。すね、あご質問があればまあこれは僕が打ったんですけど、ね。あそうなんだはい。はいで質問タイム<ー>。かっけえ。かっけえ。あのあれですか膝叩いて。 いや違いますね、それカッキーですね。イ <laughs> ああちゃんの演奏です。ああ、<laughs> そうかそうかそうか、はいで。その後が普通に質問ですね。で、えー、っと、質問の最後で、えー、ハーレーって出てますね。あ,あのハーレムは車じゃなくてハーレーか車な。そうかそう,かそう春車。車ですかねあ。バイクじゃないですかね。バイクですね。はいはい、ハーレー・ダビッドソン。そうです、ハーレー・ダビッドソンですね。1200。そうまあ。 ちっこいスクーターとかもあるんですよ。はい。そうかそうか、はい。もう今は製造してないと思いますよね。<ー> 50cc なんですけ、ね、どはい。えほ、ー、とふむふむってね、こう納得されてますけどね。あそういうことなんですね。ああ、なんかほむのかなと思 <laughs> <た>、はい。3発目のギャグです <laughs> そうですね。はい、えっ、ー、と、リスナーの皆様、えー、ユートピア家庭主義、えー、ぜひ実現し、ごりごり推進お願い申し上げます。 今を楽しく、自分を信じ、自身のワクワクを重要視する個人主義、花盛りですが、えー、個人主義の落とし穴って、また次回回答くださいませいま、ね、そうですね、どっかでね、まあ、個人主義ってのは本当にね,ね、えー、最終的には良くないっていうことなんでね、うん。そうですね。ナンバリングのね、あのユニタイムズでまた回答できたらいいですね。はい 悪い人たちはもう罪ですね、うん、もう詰まれてますねそうですね、はい、ただまだ降参しないだけでねもう最あ悪あがき悪あがきなんですよもう詰まれてるっていうのは分かってんだけれどもねおみこしさんって聞てますねやっぱりおみこしでよかったんじゃないですか <laughs> リチャードおみこし・おミコシ そうかまだこう批判食らいますよんなことあそうか謝罪会見でねそうですよねお疲れ様でした批判とありがとうございますお疲れ様でしたこちらこそ来た来たえこれ大ちゃんの演奏あ違うな来た何が来たんでしょうかね何が来たんでしょうねええ分かんないんですけど大ちゃん素敵すぎってああそれが来たんですねあの演奏かなああそうだ最後のねはい行きたいという どこにたライブとかその辺のところかな。で、多分これ住所入れてくれたんだけど、これ住所がね、あの反映住所っていうかアドレスね、ネットのこれ反映されないんですよね。出てないでしょ確か。出てないですね。やっぱ個人主義、あ個人情報だからですかね。いや、個人情報じゃなくて、あのこれ多分チャットは入れられないんじゃないですか、あの、なんかリンクを貼るっていうこと自体が。ああ、そうかそうか。はい。そうですね。えっと、最後にマークス マージナルボックスダークオンついてましたよねマージナルボックスですよねはい。マージナルボックスで検索すればその岩崎史郎さんのねユニタイムズ東京はい、ユーストリームでまあ聞けるとはい、ということですねはい、ははい。い。エンドロール終わりましたはい、コメントは以上でございますはい、えでも本当に最後なんかダーッとエンドロールで上がっていくようにしたら読まなくてもよくてそうですね面白いんですけどね でも、それやり方がちょっと分かんないですね。また次回ね。次回、次回やるんですね。できれば、はいあれば、次回があれば、はいやりたいと思います。はい。えっとですね。まあ、あの、最後ね、おっちゃん、お兄ちゃん、お疲れ様でした。はい、もうごち聴もありがとうございます。本当にね、こうたくさん長いで聞いていただいてね、本当、こちらこそですけど。 はい。あの、ユニタイムズ、まあ、今日はユニタイムズと政見生放送スペシャルということでしたけど、はい、ま、いつもはね、こう、ユニタイムズという番組を僕らはやってます。はい。えー、そこでは、あのー、まあ、おっちゃんがね、またあのいろんなことを話してくれてるんですけど、まあ、そこへのまあご質問とか、あと番組へのご感想とか、まあ、そういったものはね、いつでも受け付けています。まあ、メールで受け付けてるんでね、そのメールアドレスを言っておきます。アドレスは info、info.mark。 ユニミックスドット JP info アットマークユニミックスドット JP までお願いします。はい、えー、では今日は長い間本当におちゃんありがとうございました。え、どうもお疲れ様でした。はい、えー、ではまた次回お会いしましょう。皆さんさよなら。どうもさよなら。